ちょっと何台か取材していこうと思います。早速ちょっとエボテンを発見したのでちょっと取材していきたいと思います。お願いします。お名前は神山さん、はい、はい、ちょっとじゃあ見させてください、はい、はい、エボテンですね、はい、はい、ちょっと VAB しか僕詳しくないんで、はいはい、全然よくわかんないんですけど、今どんな仕様なんですか？ですね、パワー関係はエンジンもタービンも全部ノーマルです、あ、ノーマルで、はい、で、原車セッティングだけしてもらってるんですけど、はい、結構距離が距離で結構おじいちゃんなんで、あ、なるほど、どんだけ出るのかちょっと不明ですね。なるほどですね。で、足回りとかに結構力入れてるんで、はいはい、ブッシュとか全部ピローですし、フルピロー、フルピローです、ゴムのものってないですし、あ、すごいですね、はい、なんか乗り心地とかはお察しなんですけど、はいはい、あとはまあそうですね、デフはフロント入ってます、機械式フロント、はい、あとはクスコとかですか？クスコの RS、RS、タイプ F ってやつで、ちょっと弱めのやつに1回仕様変更かけて、あの弱めからプレートを追加してちょっと強めにしてます、ね。ああ、なるほど、はい、あの。リアの AYC が結構あの、はい、クセモノなんで、ああ、そうなんですね。邪魔をしないセットみたいな。なるほど、じゃあ工夫して、工夫して、仕方なくやってる感じです。なるほど。はい。そうなんですね。タイヤは CRS、 そうです、ランカーの CRS、 あのなんか最近のやつです。そうです、ちょっとお試しで一柱になってみようかなと思って。275-3518、はい、どうですか？ですね、まあ、052とかを想像して測れると多分がっかりすると思います。あ、そうなんですね、はい、ちょい落ちな感じ。ちょい落ち、だいぶ落ちかなってきっとそうなんですね、はい、襟も同じようなもんだと思うんですけど、はいはい、お値段の方がちょっとまだいかないですけど、あ、まあ、コスパはって感じですかね。 C4 本275よりも安いんで、あ、そうなんですね、はい、お手軽に速く走りたい人は、なるほど、なるほど、はい、ブレーキは純正で、純正です、もういやすごいですね、純正で3つ目です3つ目2回開いて壊してるんで、ね、あ、いい加減にしろって話じゃあそのうち社外みたいな感じですかね。そうですね、はい、ユタさんを見習ってこのロックが欲しいんですけど、ね、なるほどですねはい、はい、この辺のパイプもこれは変わってるんですかね？そうです、一応あのアルミのパイピングに変わってます。それ確か原車セットするときに、はい、結構ブワーって膨張するらしいんで、バスがかかると。なるほど。で最大で、まあ、冬場だと2キロとか測っちゃうんで、この関係で出てた方がいいよねっていうんで、なるほど、アクチュエーターと、ブローオフと、はい、位置を変えてます。なるほど。足はオーリンズですか？オーリンズの DFV ベースでいろいろ仕様変更、なんだろう、多分もう10回以上やってると思うんですけどなかなか決まらず、決まらんですね、はい、で一応コンセプトとしては、どのサーキットでも、はい、どこ走るにも同じセッティングでってオールマイティーに決め事にしているので、はいはい、全部でよくしようとすると結構難しい。あ、まあ欲張るとみたいな、ちょっと難しいみたいな、はい、なるほど。ブリッド、これカーボントランクですか？カーボントランクですね、あのでもウェットなんで、はい、いわゆるドライみたいな超軽いってわけでもないんですけど、あ、なるほど、あの植木屋さんが家に来てて、はい、それにトップバックして突っ込んで、はい、シューズケートランクが並行したんで買いました。じゃあ変えちゃおうみたいな感じですか？マフラーも変わってますね。マフラーは、HKS のスーパーターボ。スーパーターボ。はい。あの、まあ、ユタさんのやつとかだとチタンのやつとかあるじゃないですか。はいはい。この年式でこの車種だと
あーそうなんですね。ステンなので、なのでまあ今までいろいろ砲弾型のやつとか使ったんですけど、はい、下のトルクやっぱ粉砕走ったりするのきつくて、あそれで結局パワーとその音の静かさもそうですけど、それで一応これになってます。あーなるほどですね、はい、すごいですねナンバーがなんかなんかちょっとススが汚れてしまうということはっていう話なんですけど踏んでますね。ホイールってこれオフセットとかサイズいくつですか？オフセット、サイズが、9.5J のプラス22っていう、まあ、いわゆるエボテンとかだと定番のサイズになると思うんですけど。ああなるほど。ヨークなんでやっぱ VAB もそうでしょうけど、前後とも同じサイズでタイヤ履かないといけないじゃないですか。そうですね。やっぱちょっとドレッドで差をつけて行きたくて。ああなるほど、はい、後ろはそのまま22なんですけど、フロントは単造のスペーサーをちょっと入れて、はいはい、実質プラス2にして、おお、はい、っていう感じでやってます。なるほどですね。今日はタイムどのぐらいですか？タイムは、39秒4ですね。4ぐらい、はい、あまり不服なんですけど今日はでも暑いですからね。そうですね、はい、毎回そうなんですけど、サーキット来た朝一一発目の1本目が出るんで、そうですね、そこを逃してしまったのがちょっと痛いですね。あ痛いですね1本目は。軍祭やってそのまま来たんで結構車傷んでるっぽいんで。ああなるほど。メンテに時間をかけようかなと思っております。なるほどです、はい、はい、ありがとうございます、はい。はい、皆さん見てください、この VAB 黄色いです。 S207 です。ちょっとオーナーさんにいろいろ聞いていきたいと思います。オーナーのキュータさん、よろしくお願いします。いやー黄色はいいですね。まあまあ虫がよく寄ってきますね。あ寄ってきますか、はい、ちょっといろいろじゃあ聞いていきたいんですけど、はい、ボンネット変わってますね。ボンネットはアリスの FRP を、まあ、黄色に塗ってる感じで、ボンピンついて、ボンピンついて、はい、あとはバンパーが RAR の、あ RAR のシャーなし。おお、なるほど、いいっすね。粉砕でぶつけて変えました、はい、なるほど。バンパー壊れたんで。なるほど、どうせなら RAR、はい、あるので数百円しか変わんないんで。あそうなんですね。普通に変えます、ディーラーで。へえ。あとはなんかイージーリップみたいなついてますね。そうですね、207リップにイージーリップ で低く見えるようにそれだけです。なるほど。で、牽引フックついて、あと近藤さんのこれブレーキダクトっすよね。大阪まで500キロ傾いたって行ったんすか？行きました。すごいっすね。やってもらいました近藤さんに。まあこれはやりたいっすよね、やっぱブレーキは、ね、ブレーキは結局やらなくても持たなかったんで。そうっすよね、大事です。あとブレーキ変わってますね。ブレーキはエンドレスのレーシングモノラリーってやつですね、はい、モノラリー、はい、K は370でパッドは CCRG、 いやいいっすね。結構クラック入ってるんで、そうそう、先に水をよりもしかしたら割れるのが早いかもしれないですね。ガンガン走ってますね。このホイールどこのやつですか？これはアメリカのアメタンのやつなんですけど、はいはい、アペックスってやつの VS5RS ってやつで、珍しいです、ね、はい、多分あんまりいないいないですね。これかっこいいです。ハブ系はあの、はい、マスタングが同じなんですよ。あ、車でもそうなんですね。コルベットとか違うかもしれないんですけど、マスタング114.3なんで、はいはい、それをマスタング用のやつを使ってる。へえ、そうなんですね。ハブ系一緒なんで。すげえ。サイズは 10J40 ですね。ああいいサイズですね、はい。タイヤは 71RS 1年落ち1年落ち265ですね。265で、今日タイムどのぐらいですか？今日は2枠目がベストで39秒5、はい、ベストは39秒115は去年出てるんですけど、はい、全然及びませんでした。いやーでも早いっすね。ブーストアップだけですもんね。ブーストアップもしてない。あしてないのか、はい、
デフもなし質問ね。デフなし。いやー、多分ラジアル最速ですよ、これは。いや、早いな。めちゃくちゃすごい。マフラーと、まあ、キャタもノーマル。キャタもノーマルで。すげえ。コンピュータはあの、はい、ゼロマックス、南関東店さんの吊るしの。ああ、なるほど。で、打率とかは上がってないですね。ほんとスロットルとかね、はいはい、ちょっと、マッピングが少しだけ変わってるぐらいで、馬力は変わってないですね。そしたら相当早いな。RMS ですね。すねはい、はい。高田。高田で、はい。はいはい。いや、いいっすね。これはナルディ、はい。ナルディ。340杯ですね。340で。いいっすね。スウェードみたいな。そうです、スウェードです。いや、屋根黒いのもいいっすね。軽量化なし。軽量化もなしだもんな。うわ、すげえ。早いな。で、やっぱこの羽がいいっすね。まあ、当時はこれしかなかったんですけど、今はもうエプションで買えるんで。ああ、まあ確かにそうっすね。もう、サイズみんなと比べるとちっちゃめですけど、はい、全然。富士とかでも効きますか。効きますね。ブレーキは乱れないし、これで今の感じだと十分かなって思います。ああ、なるほど。このダクトはですもんね。そうです。そのまま。そのまま。最初からついてくるやつ。207だとついてますもんね。はい、まあブレーキのブレーキもリアは4ポット。はいはい。4ポット。なるほど。リアはまああんまりほとんど使ってないんで、VA はまあフロントあればいいっすよね。パッドも減らない、ね。はいはいはい。リアは72、プラスですね。72プラス。はい、これマフラーはどこのやつですか？マフラーは、ゼロスポーツのワールドリーガーってやつ。ワールドリーガー。一本出しですね。一本出しで。いやー、俺も一本出しがいいんですよね。近藤さんのやつとか、はい、近藤さん車検対応、はい、出しますよね、はい、なんか出たら自分も狙ってるんですけど、あれいいっすよね。ちょっと狙ってます。結構うるさいですか、やっぱこれ。結構うるさいですね。バクバク。多分キャタなしでも車検は厳しいかもしれないですね。焼いて焼けちゃってるってのもあるんですけど、あ、はいはい、ちょっと車検厳しいかもしれないですね。なるほどですね。このなんか中はそのミニパネルとかは、はい、あのツヤツヤがやだったんでツヤ消しのラッピングをしてあります。へえー、そうなんですか、ね、センターのコンソールも、はいはい。で追加メーターが、そうです、追加メーターはワンオフで、すごい、3個並べて油圧油温水温ですね。綺麗にまとまってていいですね。これシフトってSTI の幅の方ですね、はい。まあ、純正はちょっと重いんですけど、ああそうなんですね。まあ、使い心地は、握り心地はちょっと遅くなってて、はいはいはい、高さがちょっと高くて、はい、使いやすいな。なるほど。ちょっと重みがあるんで、はいはい、確かにあんま向かないかもしれないです。ああ、なるほど。あとはこことかを、他チェリーレッドなんですけど、はい、あんまり派手な部屋だったんで。なるほど。そのインプレッサーのやつですかね。もう、ああ、なるほど。利用してシルバーで。そんなのか。黒で統一できるように。なるほど。ありがとうございます。